まあ、最近出てきたからまだ立ち上げがあったらそんなことなくて、うん、もうすでにね、まあ、プラットフォームの競争の激化は真っ只中ですって話ですね、うん、で、まあ、あの先ほどもご紹介しましたけど、とにかく世界中でビッグプレイヤーがひしめき合ってると。そうですね、ね、もうこれあの資本の勝負ですこれねっていう話ですね、はい、と同時にまだまだ全てのものをつなぐんで、アイデア次第で、まあ、参入の余地はもう無限大にありますよね。うん、そうですね。と同時にですね、やっぱりそうなんだろう、自分の会社の中だけで考えてるとこれもう全然狭くなってますよね、はい、ですからやっぱりそういった意味で企業の枠を超えた連携っていうのもすごく重要になってくると、うんうん、ということで、まあ、日本の中でも例えばね、エッジクロスコンソーシアム、特に FA 機器と IT システムの連携強化を、まあ、あの国を挙げてやろうという動きが日本にもあるというお話ですけどね、うん、つながる広がる簡単みたいな形でこのエッジクロスソリューションの、まあ、提供価値を定義して、まあ、こういったそうそうたる企業がすでに、まあ、参加をしてますと。なるほどね。うん、いうことになってるみたいですね、うん、であとは、まあ、一つの例、まあ、いくつ他にもいくつあると思うんですけど、まあ、2019年、まあ、経産省の、まあ、バックアップで、まあ、製造プラットフォームオープン提携事業ということで産業データ共有促進事業ですね、はい、これに、まあ、森正規さん、日立製作所さん、ファナックさん、三菱電機さんなんかが参加してますと、うん、これはやっぱり、日本のこの FA の代表企業ですよね。こういうところの中で、まあ、製造データを相互流通可能とするフレームワークということで、うん、まあ、これ、まあ、かなり細かい、かなりあれですけど、こういったフレームワークの全体図を描きながら企業を超えたデータの連携をしていくと、うん、まあ、こういうことを通して、まあ、産業の、まあ、競争力強化みたいなことを、まあ、進めようとしているという、まあ、そういう話だと思うんですけどが進んでいるということになります。なるほどね。そういった意味で、なんていうんですかね、こうこれ単に企業だけじゃなくてこういうことを国としてどう戦略を持って進めていくかっていうのが、まあ、すごく重要になると思うんですけど、うん、はい、まあ、その辺ちょっと日本弱いかなという感じは、ちょっと国の投資が弱いような気がしますね。でも全然弱いと思う、ね、はい、ドイツなんかの例見ても全然違いますよこれね、うん、うん、これってインフラに直結することだからやっぱり本当は政策としてやらないとダメなことですよ ね、本当にダメです、おっしゃる通り、うん、そのね課題っていうのが、まあ、あって、まあ、一つやっぱり人材ですよね、はい、こういった世の中が急転換してる時にやっぱ人材が確かに余る業界と、うん、ね、足りなくなる業界がもう協力を買ったんでしょ、はい、で一つはやっぱり余った業界から人材を再教育して、はい、次の業界に変えるっていう、まあ、これはもう政府がやるしかないじゃないですか。あ、そうですね、うん、ドイツではそれもうね、十数年前からそのもうかなりの金入れてやってますよ。うん、うん、まあ、ドイツなんかいい例だと思うんですけど、だからそのね、こう例えば電気自動車でもうねエンジン作ってる人とかもいらないわけじゃないですか、はい、でそういう業界、ね、をからのこう再教育2年かけて AI だとかこういった業界へのシフトする、まあ、そういったこう再教育をねこう国を挙げて相当な金使ってやってるっていう風な報道もあると思うんですけど、はい、ま、たとにかくこの人材がやっぱり足りないと、うん、ここをどういう風にしていくかっていうのが課題ですよね。そうですね。もう一つはやっぱセキュリティね、あ、何でもつながっちゃったのか、先ほどコメンさんもおっしゃったように、うん、これね全部つながっちゃうと我々自分の身の回りの全て誰かがモニターしてるってことですからこれね。そうですね前に漫画でこういうのあったんですよ。ハッカーが、天才ハッカーがあのスーパーコンピューター、量子コンピューターを使って全飛行機止めるみたいな。あ、そうそう、まあ、そういうのもありますよね。だってほらどっかでのパイプライン止まっちゃったですよね、アメリカハッカーでね、まあ、そういったようなこともありますし、あとはもうね、うん、この人がどんな人かってもう全部大バレですよね。そうですよね、うん、もう見てるコンテンツ全部バレちゃう、バレちゃう、何買ったかも全部バレちゃうし、はい、何をしたかっても全部バレちゃいますよこれね。バレちゃいますね。どこにいるかも多分バレちゃいますよね、うん、まあそういったような話にもなるんで、はい、まあ、こういったこうセキュリティっていうのをねがまあ悪用されないっていうかね、まあ、悪用されると思うんだけど、うんうん、そういったようなところをどうこう理解していくかって、まあ、まあ課題ですねってのはこれ簡単に分かりますよこれね、うん、はい、っていうような話がありますねっていうことでですね、はい、これまあ IoT 業界、うん、うん、全体、まあ、こんな感じと。なるほど、ね、ということでいろんな感覚で IoT を捉えてると思うんですけど、はい、まあ、根本的な概念ってもっと広くてね、そ
そうですね。まあ、やっぱ今後のやっぱり中心というか、はい、もうとにかくどんな企業も関係なく農業、工業、水産業、林業、すべてそれね、はい、はい、まあ、関係してるんだよっていうような話がですね、改めて、まあ、ちょっと分かるといいかなというふうに思いますけど。そうですね、まあ、IoT を研究することで僕たちに生きる未来が分かるかもしれないですね、どういう ね、ライフスタイルなのかっていうね。はい、で、まあね、これから就職をする皆さんも自分の業界を IoT 関係ないっていう業界にいると思ったらダメですよね、はい、全てが対象ですかこれ、うん、それも形あるものたちじゃなくてサービスとかコンテンツも、はい、これ物の一部ですからね、はいはい、まあ、というような形で捉えていただくと、まあ、ちょっとまた別の面が見えてくるかもしれませんね、これね。はい、はい、まあ、ということでね、まあ、全体概要なんですけど、でじゃあどんな企業を捉えるかということで、まあ、せっかくねこれ、業界動向サーチが作ってくれたこの中であるんですけど、これね結構ねもうすでにカバーしちゃってるんですよね。なるほどね、うん、この中から、まあ、ちょっと今までカバーしてなかったところで、この森正規さんね、これカバーしてなかったんで、はい、ちょっと森正規さん、あと IoT ベンチャーのオプティムさんとソラコムさん、この辺を少し、はい、まあ、見ていこうかなというふうに思います。なるほどね。はい、ただこれ別にここに書いてあるっていうことだけで、まあ、どういう意図で業界動向サーチさんがこれ取り上げたかったのは分かんないんですけども、はい、それなりに、まあ、キーとなるプレイヤー、あるいは最近、まあ、少し、主要となっているとか、少し面白いということで多分取り上げたと思うんで、はい、まあ、この3社をね、今回は、まあ、いつもですと売上のトップ3なんですけど、うん、まあ、この3社をちょっと次回以降、ちょっと取り上げたいなと思ってます。わかりました。はい。はい。それでは本日もありがとうございました。どうもありがとうございました。